よし、ついにプロ野球スピリッツ2024手に入れたぜ。早速遊んでいくか。よし、村上頑張っていこうぜ。工藤さん、先制点をもらっての投球となります。マウンド上の村上、ピッチャーというのはね、やっぱり点を取った後、この応援歌待って、聞き覚えある、大事なればね、いい流れになってくると思いますけどね。なるほど、そうですか。これよく聞くわ。よし、気を取り直してやっていこう。あれ、これもなんか、これも気を覚えあるよ。これってもしかしてトゥーテテーテテ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 歌えるくらい聞いた応援歌は健在。よし、テル頑張れ。ここは繋いでいこう。あ、やべ、これゲッツ。うわ、最悪、うわ、最悪。待って、うわ、マジか。投げんの早くない？取ってから投げんの早くない？ファースト取ってから二塁投げんの早すぎない？ゲッツー完成でちょっと余韻あってもいいのにさ、ゲッツー完成でまたすぐにもう凶暴。ゲッツー後のスローイングが早すぎる。何のモードからやっていこうかな。とりあえずあれか、オリジナル選手作ろうかな。身長体重マックスの髪金髪ひげ紫ミート S 打ち方カブレラ。よし、オリジナル選手で化け物作りがち。ここはしっかりとミートして狙っていきたいね。よし、 OK。 あー、ちょっと打ち上げたかな、ちょっと打ち上げたかな。あれ、ツーベース、ツーベース、ホームラン。マジで結構伸びるね。意外と打ち上げたんですよ。滞空時間長かったな。フライかと思ったら意外と伸びがち。打った、よし、 OK。 いいよ、いい当たり、いい当たり、伸びた、ホームランじゃない。よっしゃ、来たー。観客の拍手早すぎない？観客の拍手早すぎない？怖いんだけど。大体なんかこれくらいの気がするんだけど、早すぎない？なんかちょっと早すぎる気がするな。観客の拍手のスピードが速い。さあ、続いて森下来たよ。森下、よし頑張れ。チャンスです。森下なんかちょっと、森下こんな体ごつくない？もうちょっとシュッとしてる気がする。腰回り、顔が小さいのかな。それともこの腰回りはほぼウィーラー。さあ、ジャイアンツは先発菅野か。よし、似すぎじゃない？似すぎ。本物？え？似すぎだって菅野。いや、菅野めっちゃ似てたな、マジか。坂本はちょっと怖い。坂本ちょっと目バキバキってる。坂本も似てたけど、なんかその激似っていうわけでもないんだよな。お、中村選手。中村選手は似すぎじゃない？